2018年7月8日雨金獄とは雨を獄に閉じ込めることで白河法皇の故児に由来するひどい雨のせいで自分の行幸を何度も延期せざるを得なかった法王は腹を立てて降る雨を器に入れそれを監獄に置いて罰したと源の秋金の故事団にある獄につなぐ程度では どうにも気が収まらぬ。人々を、情け容赦なく苦しめる、この大雨である。土砂崩れや水害などによる被害が、西日本を中心に各地で相次いでいる。死者、行方不明者も、時間が経過するにつれて増えている。心配である。一時、今年の梅雨明けは、全国的に早いように感じていたのが、そうではなかった。 人の目を欺いていたわけではなかろうが、西日本から東日本にかけて、梅雨前線がしぶとく居残っていた。そこに、南からの暖かく湿った空気が流れ込み、この記録的な大雨になったと聞く、気象庁の特別警報の表現である、数十年に一度の大雨。数十年に一度のはずだが、毎年のように耳にしている気がしてならない。 気候変動による高温化の影響だろうか。異常、記録的が、もはや、普通になりつつあることを恐れる。そして、大勢の犠牲に、大粒の、空知らぬ雨も降る。空から降らぬ雨とは、涙のことである。恨めしいことは、非常に強い台風8号が、南から接近する。科学技術がいかに進歩しようとも、 雨をごくにつなぐことはできない。備えるしかない。ご視聴ありがとうございます。